変なキャラクターでブレイク。氷川きよしが持っている二つの運命。昨年イメージを変えた歌手、氷川きよし。ヒロインの力をフルに発揮するキャラクターチェンジが好評で、また休憩の時間です。そのシンボルは昨年の大晦日、紅白歌合戦、NHK。氷川はアニメの主題歌、ドラゴンボール超フジテレビシリーズ、ブレイクスルー×サバイバーを歌った。歌手による視聴率で嵐に次ぐ2位を獲得した。嵐が20年の終わりに解散を発表した後、高い視聴率を記録したので、それは大成功でした。氷川の最初のアニメ曲、限界突破 X サーバイボーは、象徴的な曲の一つになりました。歌を歌うことができました。エンターテインメント作家。実は氷川は、二つのいい曲でドラゴンボールの主題歌を歌い始めた。ドラゴンボールの主題歌はアニメソング歌手が長い間担当していたが、制作側の事情で他人に交代した。そのため、ドラゴンボール調の第1話から歌手を変更し、バンド、ザ・イエロー・モンキーのメインボーカルである吉井和也が担当する、超絶、ダイナミック、を歌いました。吉井さんの曲は全然悪くなかったけど、ドラゴンボールには向かないと判断されたようです。吉井さんの代わりに氷川さんが任命されました。大歓迎ですと氷川さんの画期的なかけるサバイバーは語った。生まれないだろう。氷川の能力と様々な利益は彼の味方だと言えると語った。氷川きよしはその機会を利用して素晴らしいものに変えました。今後の活動を楽しみにしています。氷川きよしの進化の力が全てを消し始めた。レクリエーションスポーツのやり方。女性の力の少年。まるで彼が全てを暴露したかのようでした。囁いたのは演歌の王子氷川きよしでした。しばらくの間、高いレベルの女性の強さが好評でしたが、最近ではその美しさがさらに洗練されています。彼の最近の姿から判断すると、彼はもう隠れたくないようです。進化は今春から始まります。ドラゴンボール超フジテレビシリーズの主題歌、限界突破×サバイバーをビジュアル系バンドのような派手なメイクで歌う映像が話題となり、世界中から歓迎されました。彼女中で何かがおかしくなったようだ、女性ジャーナリスト。ヤクルト VS の開会式でした。8月の阪神タイガースは世界を驚かせました。島に現れる氷川のスタイルは上半身がヤクルトのユニフォーム、下半身が女性のパン。よ、有感記者。後のテレビ番組では、自分自身を、私と呼ぶことに加えて、ジェスチャーや言葉が柔らかくなった。7月に開催された20周年記念コンサートのアンコールでは、ウェディングドレスを彷彿とさせる衣装を着てゴンドラに出演し、ファンを驚かせました。そして最近のインタビューで、彼は、可愛くて自分のようになりなさいと、私はもう少し洗練されているという一連の機知に富んだコメントをしました。しかし、氷川さんの場合は、どんなに表現しても、その個性を愛する人たちの魅力的な声や感謝の気持ちは変わらないが、逆にファンは喜んで活躍している。エンターテインメントレポーター。この氷川のようなエンターテインメントやスポーツの現在の世界では、女性の強さとは何かという指摘があります。ある女性ジャーナリストは、氷川のクラスの芸能人が頭がおかしいと、雪崩の儀式に続いて、私と私と言ってしまうだろう。このサイトでの彼らの、現在の位置に焦点を当てたいと思います。氷川きよしさん、NHK の赤と白の、限定楽器キャンペーンが発表された時に起こりそうな、メタ進化とは、演歌やポピュラーソングの若き王子として参加した氷川きよしは、70周年を迎えるが、デビュー年から20回連続で参加することを決意。令和初の NHK 紅白歌合戦が迫る。気になるのは、参加歌手の歌が12月20日に発表されたことです。2008年初のビッグバードである、真のずんどこぶしなどを除いて、基本的には氷川が今年のゲームソングを歌っています。30日の日本レコード大賞では、OK を歌う予定です。3月にメジャー賞ノミネート曲としてリリースされたが、赤と白の限界突破スペシャルメドレーとして発表された。どういう意味ですか？氷川は2017年にアニメ、
ドラゴンボール超フジテレビシリーズの主題歌として、限界突破×サバイバーをリリースした。普通に考えれば、メドレーのタイトルから、限界。